何でしょう。オープンマイクライブに、応援に来てくれた方からまたもらってしまいましたが、カエルなの。はい、かわいいです。あ、見えない。開けて、開ける。カエル好きなのでカエルをいただいてしまいました。あ、仕事とかがいい。面白い。かわいい。結構リアルで、あ、なんとも言えない触り心地。カエルくん、電車の座席のいいやつみたいな触り心地。あとはクッションで中に、なんていうの、ちっちゃいビーズみたいなのが入っていて、なんかダメになるクッションっていうのが一時流行ったじゃん。なんかブニューってなるやつ、あれのクッションとかってこういう、そんな感じかね。そう、あの肌触りが気持ちいいやつ使われてて、この柄とかもさ、これ用に染めた布なんだね。さすがペットショップに置いてあるクッションだ、ね、クッションじゃないや、ぬいぐるみだね。すごいすごい。これ飾っとく感じだけど、多分ジャン君に噛まれるよ、君。え、こんなに大きいよ。きっとね。まあ、しょうがないね。はい。で、これは赤目、赤目赤ガエル、って書いてあります。はい。はい、赤目赤ガエルさん。これは、赤目赤ガエルの上に赤が…え、かわいいかわいい、おやか、ガチャガチャの、なかなか頑丈にセロテープが貼ってあります。どれだ、お、ポンちゃんだ。お、ポンちゃんだ。ポンちゃん。かわいい。ポンちゃん。ポンちゃん。ファラオフィギュア。こうやって猫好きをはめるのね。これだね、はい、どうもありが、あれ、これもですか。あ、見て見て、外しました。こういうこと、金色の目だったんだね。金色の目だね。黒猫ちゃんだからね。さあ、すごこの最後のこれも、あ、それも入ってたの。ちょっと待ってね。これはチャイハネ。何でしょうか、チャイハネとは。わからないけど、あの、なんかあの、ん、なんだっけ、父かかと似てる感じだね、あそこのね、あの、そうか、あの、なんだっけ、歴史館のやつですね。そうそうそう、あそこはね、あっち系と似てない、ほら、国的にもほら、アルバカっぽいのがいたりとか。お、はあ、猫のつぼ押し器。今度はジャン君っぽいね。そうか、そうやって見つけてくれたんだね。お手々もアイヨも尻尾なのかな、アイヨかな。はい、お目目も青いし、ジャン君つぼ押し、ジャン君つぼ押し、はい、どうもありがとう。ありがとう、かわいい。大事にします。つぼ押しってちゃんと書いてある。なるほど、ジャン君とポンちゃんです。これを、はい、ということでした。はい、はい、この2人も
ありがとうと言っております。ポンちゃんのお腹にジャン君。